ばらく寝とけって。どうぞ、いらっしゃい。よ、こっちだ、ターボ。綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、股間を当たりゃ。俺なんかデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだこの。やっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 、綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ、二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口
足の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらはみんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたは海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ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 。で、綾部はどこなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってガラかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。釣り堀の真下にこんなとこが。ああ。よし。そんじゃまあ、軍資金もあることだしよ。少し遊ばせてもらうか。
ガボー、お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ、ついてこい。どうも、カイトーさん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署、組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ、あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに東場街への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ？凶霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にして、その黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。初回サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。嫌だね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直でかえって気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとけ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってからに。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かった。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。
細か逃げんな、オラ。もしかして今のやつらこれ狙ってたりして。よし、やってるな、多忙。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。そいつが国村か？ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻系ヘルス。相手した女の子はかなえちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたかちょっとだけ救われるな。これからかなえちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか？こんばんワイフ、真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに行ってくれて。